もう一回起動しますか。ゲームをやばくない？シンシの声と顔だけでかくない？前よりリリム埋まってない？いや、顔こんなもんだよ。関係ない。いや、今日さ、第2の顔がでかい人に会って、今日。うんうんうん。アルマルス・アルスさん？うん。名前からしてマルソン。でもなんかね、ね、まともだったよ、シーナより。やっぱ顔のでかさと育ちは。わかってる、そんなない。初対面でまともじゃないやつ、お前来るやん。お前さ、めっちゃ失礼だろ、アルスさんに。いやいや、ほんとに。なるほど、なにどっちがまともだ、シーナ的に。え、いや、私はだいぶまともだよ。いや、もう何も見えてないじゃん。盲目。シーシーはやばいよ。いや、やばいよね。いや、ちょ、待って、リリムの方がやばい。ちょ、いや、ほら。待って。リリムか、私だったらリリムの方がやばいけど。いや、でもリリムはね、やばいよ。マジでやばい。ねえ、なんでそんなに下がるの。リリムはやばいんだけど、シーナもやばい。いや、本当に俺が一番まとも。本当に一番まとも俺が。一番やばい。一番やばい、この二人が。いや、隠さずともまとも。隠してるわ。そこのないから。いや。やばいやつ2人とまとも。いや、まともではない、誰もが言う、ね、いや俺一番まとも。なんか票取りたいわ。あ、いた。アンケでも絶対俺がまとも。いやいや、ちょっと騙されてるかもしれない。そうだって、やばい、ほんまに一番まともやん。いや、初対面のその日に違う道教えないもん、普通。帰り道あっちやでとか言って平気で嘘ついて。いや、でも初対面でボコボコにされたからな。まちばかれたから。いや、マジで手出た。手出たからね、マジで。回転したら俺ベイブレードみたいに。え、手出したの？うん、ボコボコにされた。いやいや、誇張しすぎ。手多いぐらいの。ちゃい、誇張。すっごい誇張。ボコボコは嘘。そんなんじゃない。普通に違う、いや違うやんけーぐらいの。優しいな、今もペチンぐらいよ、擬音で言ったら。私心広いっしょ、ボコボコ。いや、だからボコボコにしてないんだって。今もボコボコにしてないんだって。面白くないなと思います。ボコボコにしたやつとライバー一緒にやりたくないでしょ。怖いよ、今も。手多いのやつだから。いや、お前さのあれだから違うからね。違いますからね、視聴者さん。お前さって殴ったの？殴ったんじゃない。違う。しかも叩くにも満たない、なんかもうチョップ、横チョップぐらいのやつをなんか手フォーンって回転させて、かすらせたぐらい。ジジイはすぐね、やっぱ加速するから。加速する。もろいからさ。もろいからね。コーラさせて。モンスター石田ぐらいはそう。やられてるから。うん、やられてるからは知らないよ、お前の。しんどん。いや、違います。うん、違いますからね。こいつが一番悪い。いや、今、こう話してる通り、シーシーとクザがやばいってことはみんな多分分かってる。いや、でも、お前一番やばいよ。うん、いや、そう。なんかね、一番やばいの。一目見て一番やばい。何、一目見て一番やばいって。やり方教えた。意味が分かんない。シーナ一番やばいわ、でも。いや、待って、シーナ、リリム、俺。いや、実際ほんまにそれは違う、ほんまに。いや、もういい、いい、多分一番まともやと思うな、リアル。ちょっと配信やったら作ってるけど、キャラ作ってんだ。キャラ作りじゃない、お前マジでやばいから。俺はね、あのね、俺らは知ってるから。いや、お前嘘つけ、裏のがひどいまである。いや、キャラ作りじゃない、こうなっちゃってるけど。NPC かなんかだと思われてるから、自分以外。わかる。眠いわーっつって。私寝るわ。いや、ごめん。でもさ、なんか話でちょっとこれすごいなって思ったのは、あ、やばい。始まった。約束してて、遅刻したのにもかからわず、なんか、諦めたんだ。関わらずね。何どういうことちょ、待って、知らん。そんな、うちの町にはまだ来てないよ、田舎だから。やばい、時間ギリギリやのに、時間ギリギリで、私は駅で待ってたのに、なんか、迎えに来てくれへん、迎えに来てくれへん。迎えに来てくれへんって何？ないよ。ちょ、待って、どういうこと？もう、一個行こう。まず、シーナの水族館事件から教えて。時間過ぎてるやん。いや、まず水族館事件から。もう、うっせぇな女ども、マジで。いつまでネチ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 。どっちもやばそう、今のエピソード。
何リリムが迎え来てくれると思ったっつって待ってたってこと？そうそう、どっか行って、もう迎え来てくれる。何の話だよね。この人嘘話喋ってる。嘘嘘なの今の。怖っ、私の葬式の日に。いや怖い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 。なんかおかしくって。私の葬式の日とか言ってんよね。何それ。なんかラップって頭おかしくなってる。怖いよ君たち。死んだし。嘘つくってやばくないこいつ。平気でどんな神経してたら嘘つくのこの場で。決定したお前が一番やばい。やばくないよ。いやでも遅刻は絶対リリムの方が多いからね。あー出た、ちょっと遅刻、遅刻マジ張るでしょ俺ら。まあ、ると思う。いや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 俺がゴミですよ。人間の精神だったらさ、遅刻はするけどドタキャンしないですよ。やっぱ普通じゃない。行かれてる。遅刻もしないでしょ。じゃあお前もすんの。いやブーメランだからみんな、うん、人数多いと別に私おらんくてよくねみたいな。何その思考。でもさちょっとわかる。まあ別にいなくても一緒。俺ゲームしてし、いらないやろみたいな感じが出てくるんだよ。いや本当に。一瞬しないで。